吉田さん、見てる側から見られる側へ大きな変化ですよね。 YouTube を見ている人から YouTube で見られる人になる、まあ、これが全てのスタートじゃないかなと思いますし、まあいろいろちょこちょこ勉強する人はいるんですよ。でも勉強させる方、アウトプットする方になった時に初めてビジネスの道は開かれるんじゃないかなと思います。で、そしてしつこくやることですよね。まだやってんのって言わせるぐらいので、最近ね、帰ってきた危ないデカっていうのがなんか来年リリースされるみたいなプロモーション見たんですよ。まあ危ないデカっていうのは高田裕二の例の刑事物語ですよね。ドンパチやって刑事なのに街中で銃ぶっ放すみたいなね。まあそういう風な、まあ昭和平成にしてみたらね、なんかドタバタ刑事物がまだ通用するんだなみたいな。あの昔はね、西部警察みたいな日産自動車が協力して車をバンバンぶち壊したりとかね、広島なんかあの路面電車を火災で爆発したりとかね、すごい派手なロケーションとかやって危険なんじゃないかなみたいな、なんか怪我人とか死者も出たみたいなところもありましたけども、なんかね、その流れを組むのかどうか、危ないデカっていうのがまだやってるみたいですよ。まだやるんですね。で、私見たことないんですけども、いや、もうさすがに見ようかなと思いますね、これはね。あのロッキーシリーズも結局1970年代にスタートしたと思うんですよ、私が生まれたか生まれてないかっていう時に。で、いまだに映画館でやってますからね。すごいですよ、もう50年を経てやってるみたいな。危ないデカもそれに匹敵する、なんか仁義なき戦いの警察版みたいな感じでね、まだやってんのって感じでしょ。まだやってんのっていうところが、なんか見てみようかなっていう風なね。結局後発のファンを生んで、後発のファンが前の作品に遡って見るみたいなね。 YouTube でも過去動画見ましたみたいな人もいるんじゃないかなと思います。最近ね、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんが復活してマイナス25キロレシピっていうのを作ってるんですよ。まああの100キロを超えた巨体が今ね、細マッチョ、なんか本当に YouTube の企画みたいにぐっとね、もう莫大痩せたんですよ。すごいんですよ、ガリガリみたいな、この全然違った人間みたいな。なんかしつこく続けることって大事だなと思いましたね。考えてみたらね、吉野さんもそうですし、私もね、奈美さんもまだやってますね。小野沢さんもね、まだやってるまだできているってのもね、ありがたいことでございます。どうも、生き延びてきました。いってらっしゃい。